はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は D6 の決断法、ドイツ軍プレイ続けやっていきたいと思います。で、前回までにですね、まずアラビア海まで進出が完了しています。で、アラビア海攻略した時に傷ついている第4、第7この両艦隊は一旦イタリアまで戻して毒入りで、代わって無傷の第1艦隊ですね、これに航空戦力を増強しました。で、第2、第3のこの艦隊、今ですね、第2、第3の艦隊がイタリア近海にいるんですけど、これドック入りが終わったこの第2、第3の艦隊を一旦アラビア海に進出させて、アラビア海からまずはマダガスカル沖、ここまで進出をしたいと思います。では時間を進めていきましょう。で、その後はね、インド洋、シンガポールと、イギリス軍を追い詰めていきたいというふうに思います。ではいつもの通り内政からやっていきます。まず技術開発ですね、どうしようかな。お金に割と余裕あるのでオール500入れておく、3500で、超活動ですが、絶対に入れておきたいのがこの先攻略する南シナ海、あとはジャワ沖ですね。で、あとはカナリア沖も入れておきましょう。国境が勢力範囲がね隣接してますので。で、物資援助は日本が鉄が全然ないんで鉄を供与します。今見た感じオイルもなかったね、石油も。で、あとお金と鉄とと余裕が出てきているので、まずは優先して、確保しておきたい。待ってね、アラビア海ってそもそも航空基地1個か、まあ1個でいいかな。そうするとやっぱり欲しいのが航空機ですね。で、今回もバカラの爆撃機、これを生産できるだけ生産しちゃいましょう。これでもお金がカラカラになったんじゃないかな。まだちょっと余裕ありますね。ではこれで時間を進めます。で、計14艦、これは全部防空艦ですね、さらに2隻の強襲揚陸艦、これが完成してます。で、アラビア海の方に艦隊が揃いましたね。第5艦隊と第3艦隊、これは合わせちゃいましょう。第3艦隊に第5艦隊を合流させるイメージです。ビスマルク型がこれで3隻。第3艦隊がこれイタリア、ドイツの連合艦隊みたいな形になりましたが、一旦このウルリヒ、ビスマルク型、これを機関に据えましょう。で、提督も乗せられるのであれば乗せていきます。どうだろうね。攻撃レベルが高い人を乗せていくのが戦艦はセオリーかな。どうしても数的にはどうだろう、提督数が足りないね。で、アラビア海の方に全兵力を差し向けるというわけにはいかないので、一旦艦隊整理しましょう。第1艦隊から第2、第3艦隊が今アラビア海に入っています。で、第4艦隊、第7艦隊、これが今ドック入りなんですが、第7艦隊が早くも修理開けてますね。これアラビア海に戻しましょう。ただし第4艦隊は7週間のドック入りがまだ必要という状況です。で、第6艦隊、どうだろう、ジブラルタルにこんだけの戦力いる？いらないよね。となると、まずこの正規空母が入っている第6艦隊ですね、これアラビア海に移しましょう。で、第10艦隊、第14艦隊、第15艦隊と、この3個艦隊で、このジブラルタルの防衛、そういう形になりますね。そうなると、どうだろうな。このアイルランド沖も開けられないので、アイルランド沖に入っているこの第15、第10、第11、第16艦隊、これもちょっと開けられないので、インド洋攻める、あるいはマダガスカル沖攻めるときにアラビア海が空になっちゃうんだな。これちょっと問題ありますよね。となると第1、第2艦隊だけで進行する？いやー、それリスク高いよね。もうちょっと様子見しましょう。というわけで今回も航空機を生産します。バカラの爆撃機、これを、そうだな、22機で、バカラの攻撃機、これも12機全部フルフルで作っていきます。んで、忘れないうちに作ったらすぐに乗せていくというところですね。
これでまたじゃあ時間を進めましょう。あ、魚雷、さらに新素材だね。この辺りが出てきてくれると本当にありがたいわ。さらにアラビア海の攻略で1万7000お金が入ってきた。まあ、金はいくらあっても困らないんで、この金を使って新たな新鋭空母を作っていきましょうか。次の目標、ズバリマダガスカル沖。これ3ヶ月間で攻略ですね。3ヶ月あれば十分に攻略できると思うんで、しっかり準備をして、やっていきましょう。ではまずいつもの通り技術開発から入れていきます。金に余裕があると1000円突っ込むぜというわけで、オール1000。さらに物資援助は鉄がない日本軍に鉄を供与。超活動はインド洋とマダガスカル沖、これすっからかんになってますんで、ここに入れていきます。でその間に今回もまた航空機を生産していきます。生産する航空機は、まあ、いつものバカラ爆撃とバカラの護衛機ですね。で今回お金、鉄ともに余裕があるので、どうしようかね。新しく、艦船設計していきたい気もするんですが、今1000入れたので、技術開発でこの1000が終わるのを待って次のターンで確認していきましょう。 H 型戦艦ですね。新技術としてはレーダー系です。ではまず兵器開発から入れていきましょう。今出てきた2つのレーダー、これ両方ともすぐにやっていきます。お金に余裕があるので今回も1000円入れていきましょう。物資援助は石油を日本へ供与します。超活動は一旦見送りましょう。で、生産なんですが、まあ、バカの一つ覚えと言われてしまうかもしれないんですけど、まあ、バカラの爆撃、これを生産していきます。あと攻撃機ですね。で戦闘機、あとは攻撃機ですね。魚雷積んだ攻撃機、この辺りもそろそろ作っていってもいいかもしれないので、この後見ていきましょう。でそれとは別に新型の空母、これ作っていきたいので、ベースの空母カイアウドムラがあるんだったらいらない、むしろ。となると普通に生産していこう、カイアウドムラ型を。そうですね、合計いくつだろう、1個作るのに2万2500か、そんなに高くないよね。となると、どうでしょう、オーディンを作って、鉄もいっぱいあるし、いや、だいぶ資源大国になってきましたね、軍に軍にいる。もう1隻作っちゃいましょう。で、作ったら空母を護衛する護衛艦が必要になるので、護衛艦ですね、これもある程度数を作っていきます。まあ、相当数就航済みですが、作っていきましょう。まあ、この旧型艦になっていくのはね、時間が進めば当然進んでいってしまうんで、あまり余らせておいても仕方ないんですが、空母をね、護衛なしで泳がせるわけにはいかないので、まあ、護衛艦はね、たとえチープ化したとしても、まあ、最悪捨て駒扱いにして、しっかりと護衛するための防空艦、空母の護衛艦としての防空艦を数を揃えていきます。でアラビア海の防衛戦力が整ったら、アラビア海からマダガスカル沖に艦隊を進めていきましょうというわけで見ていきます。数は揃ってきたね。では第3艦隊に第7艦隊を一部合流させましょうか。まず駆逐艦4隻を戻して、代わりに揚陸艦これ4隻入れて、第7艦隊これをちょっと編成し直して第5艦隊とします。で第5艦隊で一旦ね、ちょっと戦力的には心配な点はあるんですが、飛行場に航空機を配備することによって、まずはこのアラビア海から出撃をさせていきましょう。まあ航空機、そうですね、140機ぐらいの体制になってるので、一旦このアラビア海からですね、第1第2第3、まあ主力艦隊になるんですけど、この艦隊を進出させましょう。
で、そうこうしているうちにね、後続の増援艦隊が迫ってきているので、この艦隊とかをねアラビア海に増強できればいいかなと思います。で、忘れないうちにスードリ、これに艦載機増強しましょうと思ったけど、全く増強できないね、数がね。ではこれで時間を進めます。いよいよマダガスカル沖に艦隊が進出です。第1、第2、第3の全艦隊兵力を投入していきましょう。おっと、すっかり敵の基地情報とか洗い出してるつもりで言いましたけど、全然でしたね。スパイは何をやっていたんだ。まずは偵察機飛ばさないことには話にならないので、雨が止むと同時に偵察機を飛ばしていきます。で、第3艦隊、これ戦艦中心とした砲撃戦メインの艦隊、これに揚陸艦を4隻入れてるので、まずは1箇所2箇所としっかり飛行場占拠しにかかります。空母艦隊、これはあまり近づけたくないので、まあ、早々にね敵の基地の場所を知りたい。あ、ここにあるね、敵の基地ね、もう撃ってきてますもんね。さあ、基地の場所が割れたら我々も攻撃戦に入っていきます。割れましたね。早速戦艦がダメージ受けてるけどさ、この程度でダメージ受けないでほしいわ。マダガスカル沖、これドックのある重要拠点扱いになっているので、まあ、間違いなく基地、敵の航空基地は3つあると思って間違いないと思うので、揚陸艦使ってできれば2つはね占領という形にしたいですね。まずは敵の基地、この砲台を無力化するという意味で、敵の基地のダメージをね半分以上にまで広げましょう。まあ、そしたらいつでも揚陸艦を揚陸艦からね、上陸部隊を出せるという状態になると思うので、まずはその状態にしていきます。まずは敵の拠点1つ目、これ無力化しました。で、あとは雨が降ってるうちに1つ目の飛行場、ここを占拠しちゃいましょう。雨が止むとね、味方の爆撃機が一気にこの飛行場を破壊し始めるので、そうなる前に一旦砲撃を中止しよう。これで一つ目の飛行場は占拠ができたはずです。さあ、あとは敵の戦艦部隊、これをねしっかり撃破していきましょう。さすがに敵のあれだね、
あの艦隊戦力、おっとこっちはむちゃくちゃな数いるな。これはガチンコになるぞ、このアラビア海の戦いは。敵の飛行場がここに1個ありますね。こっちの方へとちょっと進行していきます。駆逐艦がやられてるな。味方の方は戦艦を失いたくないですね。で、空母艦隊の方はどうなってるかというと、空母が沈められてなければよしということで、空母は健在ですね。まあ、一部ダメージが出ているという鑑定もありますが、敵の空母、パッと見ダメージ受けているので、このまま一気に押し切りましょう。できればもう一つ飛行場は占領にしたいですね。破壊ではなく。敵の軽空母、これを沈めて、さらに水上部隊も完全に無力化できれば、この後の戦いがだいぶ楽になります。ただしちょっとこのまま夜になりそうですね。空母部隊は一旦北方へ退避。この間に敵の飛行場、もう一つここに明らかにあるので、ここの飛行場を叩きましょう。ここまでほぼ完勝という状態なので、このままね、行きたいですね。で、艦隊の方の被害状況なんですが、まあ、第3艦隊は砲撃戦を行ったのである程度ダメージ出ている沈んだ艦艇もありますが、第1第2の空母艦隊、これ、空母は無傷と見て良さそうですね。一応確認します。これが第1艦隊ですね。正規空母ガルムが機関の第1艦隊、無傷です。第2艦隊、空母1隻ダメージが出てますね。エイル、これが中破かなしてますが、まあ耐えられるかなという状況ですかね。で、あとは今見てもらっているこの第3艦隊になるんですが、第3艦隊がねちょっとダメージが出てるのと、敵の艦隊一部水上部隊が戻ってきてますね。これは、まあ、戦艦3隻いるので、この砲撃で沈めていきましょう。ただそれなりの艦艇数にはなってますね。魚雷を撃たれる距離まで詰められたくないかな。たださすがに足が速いな。駆逐艦かな、大きさ的にはね。魚雷の撃ち合いになると沈む艦艇が出てきてしまう可能性があるので、あと揚陸艦はねどうしても残したいので、そういう意味でも魚雷の撃ち合いになる前に沈めたい。一発魚雷撃ちましょう。もう一発魚雷も撃って沈めちゃいます。で、ライトをつけて発見次第攻撃戦に入ります。で、空母艦隊の方も、南への方へと進出だけはさせておきましょう。で、後ろから迫ってきている艦艇に対しては魚雷で沈めます。
しょうがない、一時的にちょっと後ろから迫ってきている。駆逐艦に照準を合わせましょう。魚雷を撃たれる前に沈めたい。このまま、じゃあ時間を少し早めていきましょうか。なんとかね、マダガスカルは取りたいので。さあ、あとは敵の飛行場ですね。あとどこに敵の飛行場があるか、これをしっかり見極めて、おっと、敵の空母が増援できてるね。さすがにマダガスカルにはそれなりの数配備してたな。さて、だいぶダメージが出てしまった上に戦艦も失ってるので、第3艦隊はもう撤退させます。で、あとは敵の艦隊ですね。第1第2にもダメージは出てるな。さらに空母が1隻ほぼ座礁気味だな。あの空母は逃がさないといけないですね。まずは敵の艦隊、しかも空母、これを始末しておきたいなというのと、あとどこにどんだけ、艦隊戦力があるかと、敵の航空基地の場所が割れてないので、この3つを同時にやるってなるのはなかなかきついですね。それでいて敵の空母のね、とどめを刺していかなきゃいけないというのもあるので、一つ言えるのはここマダガスカルに相当な戦力を割いているのは、イギリス軍増援が出てきたところも見て間違いないので、ここをしっかり攻略できれば、事実上イギリス軍ほぼ壊滅させることができるんじゃないかなというような目論見のもと徹底的にやりましょう。で、マダガスカル、取ったら、マダガスカルで、そのままドック入りも可能な重要拠点になってるんで、ちょっと無理してでもね、ここはしっかり取りたいなというところです。で、どうせ撤退するんだったら撤退しながら、敵のね、偵察まがいのこともやっぱりしてもらいたいので、まずは敵のね、いわゆる航空基地がないかどうかというのは探りましょう。いやー、イギリス軍これ壊滅させることができればマジででかいな。爆撃機が飛んでるな。ということは近くにやっぱり敵の基地ありますね。むしろここにあるかな。今ね、いなくなったもんね。ここにありますね。了解。なんとか敵の基地発見までは進んでほしいな。航空隊発艦。場所は分かったので、この魚雷が当たるとちょっと届かないかも。届かなかった。でもここにあるのは間違いないですね。では艦隊を進めていきます。
ここに敵の基地があるのは間違いないので、この敵基地を発見したら爆撃機を飛ばして一気に勝負を決めましょう。距離的に届かないのかな。偵察機が一機寄ってきてますけど、多分距離的には届かないので、今のうちに、じゃあ夜のうちにかな、艦隊先に進めておきます。では時間をね、思い切って進めていっちゃいます。敵基地発見しましたね。となるとあとは委任にしておいても問題ないでしょう。勝手に始末してくれると思います。あと水上戦力が本当にゼロになってるかどうかですかね。せっかく敵の基地2つ占領、1つ破壊ということで、海域の制圧が成功しても、敵の水上部隊が1隻でも残ってたら攻略が終わらないということになってしまうんで、ちょっとそういう状況にならないようにだけは気をつけたいなというのと、やっぱりいるね、いたよね今。さあ、あとは仕留めましょう。まだ敵の艦隊がいるな、近くに。偵察機バンバン飛ばして敵の位置見極めないと終わらないぞ。せっかくここまで減らしたんだ。どっかに敵の艦隊戦力が残ってる。攻略しきれなかったですね。残念だな。せっかく占領したのにな。まあ、ただ、おっと、仕留められなかったが、いやー、惜しかったですね。揚陸艦一隻取り逃しですね。ただここはもうゴリ押すしかないので、ゴリ押します。つまり傷ついた艦艇ではあるんですが、このまま行くということですね。第3と第5艦隊、これ合わせてしまいましょう。まずはね、第3艦隊だいぶダメージ出てるんで、いやー、これ本当にそのまま行っていいのかってちょっとクエスチョンだな。第6艦隊のスードリーを入れたいですよね。となると第2艦隊から1隻引き抜きましょう。第5艦隊、いや、第3艦隊へと。ウェーザー、これ1隻引き抜いて、代わりに第5艦隊から空母スードリーを入れます。これでいいかな。で、第6艦隊はアラビア海で待機して、第1、第2、第3、この艦隊でもう一度アラビア海をゴリ押します。ゴリ押す。マダガスカルですね。これをゴリ押しましょう。というわけで、ちょっと時間が長くなってきましたので、今回はじゃあ一旦ここで終わりにして、次回ですね、マダガスカルもう一度ゴリ押します。そこから、プレイ続きをやっていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。